こんにちは、土の子です。さあペーパーマリオ RPG やっていきましょう。ピーチパートからじゃない？久しぶり。ウーロン街長かったな、ほんと。出た、名前忘れちゃった、この3人組。マジョリンよ、一体何をやっている？まだあのマリオとかいうやつを始末できないのか。ああ、思ったより手強いんでね。分かっておるだろうな、我がメガバッテンが誰よりも先に伝説の扉を開けねばならぬことを。まあ次は確実に仕留めるから安心よし。何せ今回は必殺兵器を用意したからね。その言葉信用しているぞ。まあ任せときない。もう過呼吸みたいな息になってるけど。さあ行くよ、マリリン・ビビアン。おお、すげえかっけー、デジョン。わあわあわあ。男の子、男の子だって知ってるぞ。もう久しぶりピーチー。うーん、なんだか退屈だわ。ところで、あの人たちあれから地図のこととか聞きに来ないけどいいのかしら。お、あら、またテックかしら。その前にお風呂タイム。もうお楽しみのお風呂タイム。うえ。もう毎回テーマ、うえ。飲みすぎちゃったわ昨日、うえ。さあ入りましょう。使ってもいいわよね。パサーリ。このあのチャックを開ける音が何とも言えないね。ほかほか。あ、歌声がいい感じ。うふふ。はあ、さっぱり。ちゃんとバスタオル取るんだよね。バスタオル、紙のバスタオルで拭いてからちぃ。ちゃんとチャックも閉めて。はあ、ほっこり、さっぱりしたわ。かわいい、ポニテ、ポニテ最高。これがやりたいがためにもうピーチパートが楽しみで仕方ないぜ。おい、こんにちはピーチ姫。いつも突然なのね、今度は一体何？バツガルフ様のところへ行って聞いてもらいたいことがあります。え、聞いてくるってどういうこと？最近ある情報を入手したのですが、気になることがあるのです。あなたはここのメインコンピューターなんでしょ？どうして知らないことがあるの？私はプログラムに入力されてないことは知ることができません。だからそこに、そことに、そのことについてバツガルフ様が何を考えておられるのか知りたいのです。でも私が会いに行こうとしても、その前に捕まって部屋に戻されてしまうわ。エレベーターを上がったところに軍団員の部屋があります。そこで軍団員の制服を手に入れて着替え、軍団員になるの？ピーチが。バツグラフ様には軍団員の格好で会うのです。うーん、つまり変装するのよね。いやいや、いやいやわ。どうせ嫌と言っても聞いてくれないんでしょ。はあ、はい。はい、何回。わかったわ。それでバツガルフに何を聞いてくればいいの？それはですね、カクカクシカジカ。まったく、テックは何を考えているのかしら。本当おかしなコンピューター。上だっけ、ここに入れということかしら。もう、なんで私がこんなことしなくちゃいけないの？ちょっと待ってください。今外に軍団員がいます。え？あれになんの？ピーチが？あのずんぐりむっくりに？今です。エレベーターを出てすぐ右の緑のランプがついてる部屋です。仕方ないわね。私これでも女王様なんだけど。女王じゃないか、姫だから。ここで着替えてください。ロッカーに入っているです。どれかしら、どれどれ。んー、なんか汗臭い、締めよう。汗臭すぎるわ。はあ、まさかあれ着なきゃいけないのかしら。あ、臭い。脇がとにかく臭い。え、これが制服？これを着るの？脇臭い。はい、そうです。
臭すぎるわ。これを着るのかしら。はあ。やだ、脇が濡れてる。はあ、なんだかきついわこれ。やっぱり匂った。ほう、どうにか着られたわ。どうなった？めっちゃ気になるんだけど。おい！どうにか着られたもんな、こうもねえじゃねえか。完璧じゃねえか、ほんとに。どうやって着てるんだ、これ。おい、本物じゃねえか。ちょ、本物すぎるだろ。え、ちょ、待って、着替えちゃった？いや、え、戻んなくていいんだけど。いや、これがあれになるんかよ。びっくりしたわ、変装能力の高さに。いやーすげえわ、ピーチ見直したわ。これになるとは。面白すぎるんだけど。だーま。お前何をサボっている。持ち場を離れると言って離れぬなと言ってるのがわからんのか。今は休憩時間だとならば言ってよし。私にもちょっと顔見せて。顔見えないから。私は忙しいのだ。おい、ちょっと通れなくされたぞ。テコテコテコ、どこにバツガルフがいんの。お前なんだか怪しい匂いがするのである。クンクンクン、いい匂いがするのである。バレるか。テコテコ、どこだ。全部赤だけど。全部赤印じゃん。こっちでいいのかな。開かないみたい。もうクソ。どこに行ったらいいんだよ。もうやめて。あ、もうめんどくさい。バチュガルフ様、バチュガルフ様、今だ。今ならやれるんじゃねえかこれ。ほっ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 。どれどれ、いじっちゃおう。あった。ヒュー、全然怒られねえぜ、いじっても。これなんだこれ、秘密の部屋かここ。いけねえ。ご苦労だったな。いや、こっち側に来させられるの。バツガルフ様。なんだ。ピーチ姫のことですが、これからいかがなさいますか。ん、お前の声なんか変だな。ギク。まあよい。お、ピーチのことか。あの女から聞きたいことはもうない。あのまま部屋に閉じ込めておくのだ。しかし決して乱暴に扱ってはならんぞ。これは他の者にも言っておけ。一体何のためにピーチ姫を捕らえておくのでしょうか。そんなことはお前が知ることではない。お前らは伝説の宝を手に入れることだけを考えていればいいのだ。我々メガバッテンが世界を征服するためにはあの宝が必要なのだからな。世界を征服？伝説の宝？お前今更何を言っておる。ん？お前なんかおかしいぞ。いえ、何でもありません。わかりました。では失礼します。なるほど。ピーチには用はないみたいだな。はあ、ドキドキした。それにしても世界征服だなんて。でもそれとスターストーンを集めることに何が関係あるのかしら。よーし、着替えよ。よいしょっと。ちゃんと元に戻したかないとね。あれ？もうあれいいのかな。ふう、やっぱりこのドレスが一番だわ。早く元に戻らなくちゃ。いいのかな、言って。あ、よかった、戻ってこれたみたい。テック、あなたたちの目的って世界征服だったのね。もちろんです。私はそのために作られたのですから。世界征服だなんて、そんな。ピーチ姫、一つ聞かせてください。ピーチ姫は今の世界が好きですか。この世界にはたくさんの問題があります。そんな世界が好きですか。もちろんよ。嫌いなところもあるけれど、それでも好きに決まってるじゃない。そうですか。世界征服にスターストーンが何か関係しているの。伝説の宝って一体何なの。お答えできません。
それに答えることはバツガルフ様に禁止されています。そんな、いいわ、世界征服のことだけでもマリオに伝えなくちゃ。テック、通信機を使わせてちょうだい。わかりました、通信機を使ってください。カタ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 、送って。ピッピッピッピーン、メッセージを送信しました。ではチピーチ姫、今日はもうお部屋に戻ってください。はあ、なんか脇臭くなっちゃった。映ったのかしら。おやすみなさいピーチ姫。いや楽しかったぜ、また次も楽しみ。おや、懐かしい、久しぶりこいつら。ナメクジちゃんだっけ。でかい、みんな隠れろ。何が来たの。おのれ、まさかウーロン街にマリオのやつがいるとは。おお、何かおっしゃいましたかの。いや、なんでもない。うん、それよりなんだ、あのちびっこいやつらは。プニ族でございます、プニちゃん。この中にスターストーンについて知ってるやつがいるはずです。じゃ隠れているプニたちを見つけてお宝の何かを聞き出すのですじゃ。え、まさか操作できるの。なんだこれ、見つかったなんか出てるけど。カタカタ、でけえな、ありゃかなりの悪だじ。なんかいっぱいおるやん、ここへ。キャ、怖いよお兄ちゃん。大丈夫だよ、お兄ちゃんがついてるぞ。うわぁ、もうやべ、うわぁ、お前からだ。お前から燃やしてやるわ。どうやったらいいの、どうしたらいいの。奥の草むらなんか操作されてるみてだ、あの野郎。うわぁ、ここか、イブ炙り出してやる。炙り出してやる。全然熱そうじゃねえ。くそ、バッカモン。クッパの目。お主はあれじゃな、スターストーンが目当てなんじゃな。うん、こりゃうまい、スターストーンについて何か知ってるのじゃな。けしからん。お前とは何じゃ、お前とは。あたしゃプニ族の鬼おばばじゃ。鬼ばばって言おうとしちゃった。へっ、驚かすでないわい、この年寄りめ。どっちも年寄りだ。おばばとおばばだぞ。おばばとおばばだぞ。ふん。言わんのかい。なんですじゃ、クッパ様。何やら言いたいことでもありそうですじゃな。なんでもないぞ。おい、長老ババよ、スターストーンとやらはどこだ。返事次第では年寄りといえど容赦はせぬぞ。ふん、ババはいらんぞい。それにスターストーンならもうここにはないぞ。なに、マリコとかいうヒゲの男に渡してしもてからの。伝説の宝を集めてお姫様ピンチ姫だったかの、その娘を助けるそうじゃ。そりゃマリコではなくマリオじゃろ。そんでもってピンチ姫ではなくピーチ姫じゃ。ともかくマリオが探してる宝はピーチ姫に関係してるようですな。じゃがこのままではお宝もピーチ姫もマリオが独り占めにしてしまいますぜですじゃ。おのれマリオめ、ピーチ姫もスターストーンも我が輩のものだ。見つけたら今度こそ必ず決着をつけてくれるわ。クッパパートもあったわ、そういえば。もうちょっと声が枯れそうなんだけど。ちょ、声変えすぎて声が枯れそうなんだけども、普通のゲームに戻ろう、そろそろ。おお、あれ、あれもいるじゃん。やはり行ってしまうのですか。おい。大丈夫か、おい、クリスティーヌがもうフラフラよ。そうですか、そこまで言うのであれば仕方がありません。これ誰が話してんだ、この鳥じゃねえだろな。おい、ぶら下がってた。あ、これキノシコアが喋ってんのか。あなたがスターストーンを全て集められることを願ってますよ。ふん、ゴンザレスよ、俺はもう二度と卑怯な手を使わないと決めたぜ。
もっと力をつけて本物のチャンピオンになるのさ。もう二度とお前なんかには負けないからな。お前も負けるんじゃないぜ。ゴンザレス、いろいろありがとうよ。お前は俺が今まで出会った奴らの中でも一番いい奴だったぜ。俺はここに残ることにしたよ。もう少し自分を信じてみようって思ったんだ。全てはお前のおかげだよ。ガンスがいなくなった今、闘技場は今後私が管理することになりました。いつ戻ってきても良いようにあなたの場所は開けておきます。よければまた来てください。あなたが戦う姿を見たいと思っているファンは大勢いるのですから。ではごきげんよう。はい。マリオは本当にポーカーフェイスだな。よし、これで3つのスターストーンを手に入れることができたわね。その前に回復してちょうだい、マリオ。さあ早くゴロツキタウンに戻りましょう。いいの、ゴロツキ、そのままゴロツキに戻って。おーい、あなたは旅するザマスか。どれどれ、おじさんチャンピオンやめちゃうの？この金玉は？君はここを去るのか。また戻ってきた時には変わらぬファイトを期待しておるよ。ゴンザレス選手、あなたが戦っている姿をもう一度見たいな。いつまでも待ってますよ。ブーちゃんは？あいやー、ウーロン街の名物ミスターチンの美味しいホットドッグある。なんだ、210ゴールドまで増えたよ。コインか。戻っていいのかな。あそこに3人が。ここのジュースのジュース売りの女の子はどうなった？いねえ。ここにいた子は気のしこわか。やっぱりうちも随分お客さんが増えました。また楽しみにしています。あの女の子については誰も言わないの？君がリングからいなくなるなんて信じられないよ。よし、行きましょうか。ドゥテテテン。なんか久しぶりやな、これ。これはパタパタ？プクプク？プクプクの羽？飛びプクプク？パタプクプクだっけ？重してるのかな？ちょっと細長いけど。ところでピーチからのメール届かなくていいのかな？なんかやることあった？まさか。ウーロン街で。あの回転の仕方。ふう。よっしゃ。さあどうしようかな。次どこ行ったらいいんだろう。このこれかっけえこれ。どこにいる、どこ行ったらいいんだ次。スターストーンって、うおー、あ、こっちは楽だ、あの楽じゃないや、嬉しい音楽だね。ピーチ姫だけはメールの着信音が変わってる。マリオさすがだぜ。どれどれ、マリオへ、大変なことが分かりました。彼らの目的は世界を征服することだったのです。そのためにスターストーンを集めて伝説の宝を手に入れようと企んでいるのです。宝が何なのかは分かりませんが、とにかく急いでスターストーンを手に入れてください。私もできる限りの情報を集めます、ピーチより。世界征服？なんだか大変なことになってきたわね。よし、今日の当選番号、ででん。一つもかすりもしてね。かすりもしてねえわ。かすってなかった全然。あれ、ルイージいるよ。おーい、さくらんぼと一緒。この間はポッコリ村に行って奇跡の羅針盤のパーツ一つを手に入れたんだ。いや、あれは手に汗握る冒険だったよ。その時の僕の話を聞きたいかい？ただちょっとばかり長い話になっちゃうけど。じゃあどの話にする？よし、行くぞ。ポッコリ村の冒険。話すと長くなるんだけど、船でミルフィーユ大陸に到着した僕たちはポッコリ村に向かったんだ。ポッコリ村に着くとなんだか様子が変なんだ。村長さんに話を聞くと、この村はジャイーダという大蛇の怪物に支配されてるって言うんだ。怪物は村長の娘のムースを生贄に差し出せって言ってるんだって。もちろん僕はジャイーダ大臣に名乗りを上げたよ。池には花嫁姿で僕に出す決まりらしいから、僕は花嫁衣装を着て敵の目を欺き、まんまとジャイーダのアジトに乗り込むことに成功したよ。僕の花嫁姿、兄さんにも見せてあげたかったな。それはもうちょっとしたものだっ
たよ。ジャイダの前に踊り出るとやつは尻尾もにも頭がついたとても恐ろしい姿をしてるんだ。でも僕は負けないよ。ジャイダの2つの頭を上手に右に寄せて、ジャイダが牙を向いて襲いかかるその瞬間、素早く身を広げると、ジャイダの2つの頭はお互いを飲み込み合ってくるんと消えてしまったんだよ。ジャイダが消えた後はキラキラ光るプレートが落ちていて、それは奇跡の羅針盤のパーツの一つだったんだ。台座にパーツを組むと、羅針盤は東にある島サーキットを示したんだ。すぐに村を出ようとしたんだけど、村長は僕に村に残ってムースと結婚したいかって言うんだ。でも僕たちは次の日の朝こっそり村を出発したんだ。だって僕はエクレーム姫を怪物クリキングから助けなきゃいけないからね。実は奇跡の羅針盤が行き先を示すとき、誰かの声が聞こえるんだ。とってもとっても澄んだ声で耳元でささやくように聞こえてくるんだ。これは多分エクレア姫の声だと思うんだよ。胸がすごくドキドキするんだ。僕は多分エクレア姫のことが、こうして再び船に乗って、なんとかこのゴルツキ島に帰ってきたというわけさ。これが今回の冒険なんだ。はあ、そうだったの、ルイージ。なんとなくわかったよ。もう当分聞きたくないわ。どうでもいい話が半分を占めてたな。さてと、スターストーンを置きに行かなきゃいけないよね。その前に寝てあげるか、クリスチーヌがかわいそうだから。ひでえとこだけど眠っていこう。あ、そういやこっちから行けなかったっけ。こっからも確か台座行けたはず。そんなことなかったかな。こっち行けるんじゃね。ほら、あー、やった。ほら、社員ゲッツ。これは？これでいいのかな。あ、違った。これはなんだ、なんだこれ。薄倉村。へえ。ここ薄倉村行けるんだ。どこ薄倉村って。マジか。おお、星のかけらあったわ、ここに。こっちから右から行くか、もう。なんだこれ、これ誰だっけ。僕の名前はキラロー。星のかけらを集めてるの。あ、星のかけら集めてんのか。あ、21個あるけど。素早くカバールってめちゃくちゃよくない？これ買っとくべきでしょ。ピンチで守るもやめ、ピンチでラッキーやめて、んで素早くカバール。よし、これ悪くないね。これでだいぶいろいろいける、いろいろ簡単になったと思う。これは誰？ああ、よく来ました。メステール、占いか、いいや。あ、これが壊せるようになってね。おら、おお、しょ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 。あ、で上から押せるんじゃないのこれで。あ、やった、シャインもゲッツで、ドドン。え？え？ドン。おお、押せた押せた押せた。こっちは？よし、ドン。これどこに行くんだろう。どこに行くようになったんだろう。まあいいや。それより台座の方に行きたいんだけど僕。あ、これか。これも壊せる。えい、よし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 。お、星のかけらで、ほい。来た来た来た、ここだ。ようやく着いたぜ。ババーン。ビカー。テレレレーン。どうなった？なんか後ろムカデみたい。ピッカーン。ピッカリーン。お、どこまで行ったの僕。あ、
なんだこれ。次は赤いスターストーンだ。そこを目指せと。そういうことですな。ふん。どこだろう。フランクリ先生って人に読んでもらわないとな。おいえ。おいえ。なに？なに？ビーチ見をさらった連中の目的が世界征服だと？ああ、そしてそのために伝説の宝を必要としているみたいだぜ。事態は思ったより深刻になっているようだぞ。実はな、わしの方で伝説の宝が一体何なのか調べておったのだ。そうしたらとある本に宝についてとんでもないことが書かれておった。なんでも伝説の宝の正体は恐ろしい災いだというのだ。千年前に地下の町を滅ぼしたと言われておるあの恐ろしい災いだよ。じゃあやつらはじゃあやつらはその災いの力で世界征服を企んでいるということはかい。何をどうするのかわからんが可能性はかなり高いだろう。こうなった以上何としてもやつらに伝説の宝を渡してはならん。やつらの手に渡ったらそれこそ再びこの町が、いや世界が滅んでしまうやもしれんからな。じゃあ先生、次のスターストーンも早く見つけねえと。地図によれば次のスターストーンは薄倉村にあるらしい。薄倉村？実を言うとわしもよく知らんのだよ。なんでもその名の通り薄暗くて気味の悪い村だという話を聞いたことがあるが、ちょっと待っておれ。どれどれ。前しか向けない。うさぐら村へ行く土管も町の地下にある。あ、僕さっき見つけたやつじゃないの。ちょうど西エリアの下のあたりだ。西エリアの下だな。ありがとう先生。さあゴンザレス、すぐに出発しようぜ。何主役気取ってんだよてめえ主役は俺だぞ、乗らせろ立場わきまえるんだな。またメールが届いたぞ。ピーチ、ノコリン、早く帰ってね。なに？マリオさんにノコタロウお元気ですか。私はノコタロウがいなくてちょっぴり元気ないかも。ノコタロウの家に入るとね、ノコタロウの匂いはするのにノコタロウはいなくなって、なんだかとっても切ない気持ちになるの。最近はノコキチさんの匂いになっちゃったし。あ、そうそう、ノコキチさんってちょっぴり変な匂いがするのよ。ゴンババのお腹の中にいたからきっとあれね、ゴンババの匂いね。ちょっぴり嫌かも。でもでも、いつか私のパパになるわけだから、今のうちに慣れておかなくちゃ。あ、私ったら何書いてるの、恥ずかしい。でも送っちゃおう。残りよりあ、かわいい。でもちょ、忘れてたけど、ちょっとかわいいな。いいな、羨ましいぜ。のこ太郎のやつ絶対返さねえからな絶対返さねえ。返すもんか。当分旅に連れてってやるぜ。はい、ということで、じゃあ今回はここら辺で終わっとこうか。まあピーチパート、クッパパートあって盛りだくさんだったし、次回のね、行ける薄暗村っていうのも分かりました。社員の使い方どうしようか。みんな知ってる人、社員誰に分けたらいいと思う？今2つ取ってるから、もしかしたら1上がるかもしれないけど、もしかしたら2で上がんないかもしれないということで、よかったらね、また次回も見てください。それじゃあ土の子でした。